夜、日本財団会長杯争奪戦ファイナルバトル優勝戦、誰が勝っても今年初 V です。メンバー1号艇岡山の吉田拓郎、2号艇福岡の大神浩二、3号艇広島の西野翔太、4号艇長崎の中村亮太、5号艇福岡の石川慎司、6号艇広島の木山和之、以上のメンバーです。さあ、コース取り、今1号艇の吉田拓郎、ドリーム男の吉田、シリーズを第一戦でリードしてきました。さあ、ラストバチッと締めくくりますか。2コースは2号艇大神浩二、地元の大神、船券外さず、さすがの走りです。本番主張。3コース回りとなります。5号艇の石川慎司、足や4連続優出、相性めちゃいいです。3艇引きまして、角4コースが3号艇の西野翔太です。昨日は突き抜けてきました、勝分あり。4号艇の中村亮太、5コース気合の走りで逆転優出。最アウトは3年半ぶりの V をかけ、6号艇の木山和之。3対3です。コース内側から1番、2番、5番、3番、4番、6番の並び。1秒前スタートしました。優勝戦の第12レース、早いスタートあります。お手持ちの投票券、どうぞ最後まで大切にお持ちください。フライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ最後まで大切にお持ちください。残念ながらこの優勝戦、フライング艇があります。3号艇の西野翔太、4号艇中村亮太、3番4番に関する投票券、発売額と同額で返還となります。お手持ちの投票券はどうぞ最後まで大切にお持ちください。大波乱の優勝戦第12レース、先頭に立っているのは6号艇の木山和之、2番手が1号艇の吉田拓郎、その後ろは2番と5番が並んで1幕。先頭で6号艇の木山が向こう正面へ、2番手が1号艇の吉田、その後ろ3番手は2号艇の大神が一歩前、僅差に5号艇の石川です。なおこのカード3番と4番フライングのため返還欠場です。お手持ちの投票券最後まで大切にお持ちください。優勝戦第12レースは4艇での競争となってしまいました。先頭は6号艇の木山和之、2番手に1号艇の吉田拓郎、そして3番手が2号艇の大神浩二が一歩前で、レースは最終周回です。先頭は6号艇の木山和之です。3年半ぶりとなる嬉しい優勝のゴールが見えてきました。2番手は1号艇の吉田拓郎、3番手に2号艇の大神浩二です。6番、1番、2番変換艇を差し引きまして、3連単のオッズ 122.7 倍です。最終コーナー、先頭は6号艇木山、2番手に1号艇吉田、3番手2号艇大神、そして4番手が5号艇石川です。先頭6番木山、優勝のゴールイン、1番吉田、2番大神、5番石川、ゴールイン、以上4艇がゴールインしました。